Oi. じゃあ、ホテル行くか。何言ってるの、あんた。もうどいてよ。急いでるの。あ？バカは傷ついたな。この傷、ホテルで癒してくれよ。は？勝手に一人で行ければ。ホテルは二人で行った方が楽しいらしいな。自分の顔、鏡で確認した方がいいんじゃない？ ひどいこと言うな。じゃあホテル行って一緒に鏡見てくれよ。何それ、もっとまともなこと言ったら。もうあんたたちなんかと話してる時間ないの。どいて。一緒にホテルに行ってくれんのか。もういい加減にしてよ。
キリュウさん、ご無事でしたか。どういう意味だ。え、いや、昨日バッカスに行くっておっしゃってたんで。でも今朝来たら閉鎖されてるじゃないですか。何かに巻き込まれたんじゃないかと。いや、巻き込まれはしなかったんだがな。ちょっと厄介なことになってな。そうでしたか。そんなことが。 それでちょっとサイの花屋を訪ねに行こうかと思ってんだ。え、それって伝説の情報屋ってやつですか。そうだ。そういえば田村のやつも同業だったな。ええ、私も田村さんがいた時に何度も聞かされました。一度取材しようとしたこともあったんですが、なんせサイの河原のガードが固くて。何？ じゃあお前、サイの河原に入ったのか。いや、入り口から中に進めませんでした。
入り口？はい、今も変わらないと思うんですが、あそこの入り口は公衆便所って話なんです。でも俺が行った時はどこにも入り口らしきものがなくて。公衆便所だな。分かった、行ってみるよ。でもお前なんでサイの河原に取材なんかしようとしたんだ？田村さんのことですよ。東京湾に浮かんだって言ってもなんだか信じられなくて。私にとっちゃこの世界の師匠みたいな人ですから。それで伝説の情報屋に聞けば何かわかるかもしれないと思いましてね。そうだったのか。もし会えたら聞いてみるよ。キリュウさん、あのサイの河原は得体の知れない危険地帯です。くれぐれもお気をつけて。ああ、わかった。じゃあ、ちょっと席見てきます。あいつは。
Ugh.
いらっしゃいませ。ありがとうございました。